この項目では、かつてネパールの首都、カトマンズに存在したトロリーバスについて解説する。中国からの支援により1975年に開通したが、長期の休止を挟んだ後2009年に廃止された。カトマンズ市内のトロリーバスは、豊富な水資源を活かした、電力事業促進の一環として1975年に営業運転を開始した経緯を持つ。 建設に際しては中国から4000万ネパールルピーの援助や技術支援を受けており、施設や車両も中国からの輸入で賄われた。鶴るやび役からトリプレシュナールを結ぶ15の停留所を有する全長 13km の路線を有しており、最盛期には1日の利用客が2万人に達し、運行時間も1日16時間となっていた。開業以降、 トロリーバスはネパール交通公社のトロリーバス運営部門によって運営されていたが1990年代以降の民主化運動の中でネパール王国の重要プロジェクトの一つであったトロリーバスは頻繁にやり玉に挙げられた。さらに1980年代まで高い収益を誇っていたトロリーバスは政府関係者の甘下り先となり 必要以上の従業員を抱えることとなった。その結果、トロリーバスの経営状況は悪化の一途をたどり、本数減少をはじめとしたサービス低下も相まって利用客も大幅に減った。さらにメンテナンス面も劣化し、1997年に導入された中国製の新型車両5両が複雑な機構により営業運転に使用できず、 既存の車両についても老朽化が進む事態となった。そして2001年12月、ネパール交通公社は財政悪化を理由にトロリーバスの廃止を決定した。その後、カトマンズをはじめとした沿線自治体の活動により2003年9月からカトマンズ広域都市公社によってトロリーバスの運行が再開し、翌10月から全線の復旧が完了した。だが、 廃止前のトロリーバスの利用客は戻らず、毎月200万ネパーアルルピーもの赤字が生じる、不採算事業になったことから翌2004年にトリプレシュナールコテショール間に縮小した。そして2008年11月にトロリーバスの運行は完全に停止し、翌2009年に正式な廃止が決定した。廃止後も残されていた河川柱については、 アルニコハイウェイのカトマンズ市内における拡張計画に合わせて撤去されている。ありがとうございます。